はい、はい、はい。えそう、えそう。えそう、えそう、えそう。優しい、可愛い、楽しい。イギリス帰り上司、しかりリリアです。今日はですね、アーセナルとルートンタウンの試合を見ていこうと思っています。イギリスのお土産話はね、ちょっと待って、今ね、さっきね、えらい映り込みをしちゃったので、一旦、その部分だけ編集して、アーカイブを再度アップします。はい。おはりで、おかえり。そう、キリナコさん、ただいま。はい。ポケシコさん、大輝楽天さん、カンカンさん、木村優さん、ララクさん、マシマフルーツさん、ワイスピさん、ポンカンさん、ワオンさん、カサゴメスさん、エスピマスさん、タイロンさん、マチニワナカさん、こんにちは。いやー、やっぱりね、結構、お休みした分だけね、穴埋めしないとですね、みたいなところがあるかもしれない。ただ、でも、日本人対決ってことで結構楽しみにしてました、この一戦。なんかね、スポーツ情報誌によると、なんかね、富安も橋岡もスタメンだよって聞いたんだけど、まあ、橋岡スタメンは当たったけど、富安スタメンは外れましたね。どうしたんだ、富安。富安ね、マジで今日スタメンじゃないの、大丈夫かなって思っちゃうよ。なぜなら、アーセナル結構今日ターンオーバーなんですよ。ね、橋岡スタメンすごいよね。理系男子さん、青風さん、ね、ララクさんも、町庭高さん、ゆっちえさん、こんにちは、こんにちは。メガネかけ忘れてますよ。まあ、メガネはもういいでしょう。明日いっぱい寝る。明日はね、リバプール戦まで寝る予定。ふにゃん。そうだね、ジェンチェンコが出てる。なんか、情報によると、ベン・ホワイトを休ませて、冨安をミニサイドで使うんじゃないかという情報があったんだけど、なんか、そんなこともなかったようです。ベン・ホワイトを休ませない。うんうん。そう、ハルルさん、こんにちは、こんにちは。では、塩胡椒さんもこんにちは。おう、喉にぶっ刺さってる。鮭の骨、それは大変だね。ね、そう、アーセナル、だいぶメンバーをターンオーバーしています。あにゃん。ルートンも。ルートンもかな？まあ、ルートンも結構攻撃的で面白いサッカーするよね。あれ、ルートン、フォーバックなのかな、今日は。にゃん。ということは、橋岡もセンターバックということ？にゃん。ちょっと待って、ルートンの方のスタメンがいまいちまだ整理しきれてない。そう。ちょっと待って待って。ヤフーでさ、ルートンのスタメンで左のウィングが橋岡だって言ってたけど、嘘でしょ？それは絶対ないでしょ。はい。Google の方を見たら、左のサイドバック、センターバックが、橋岡になっていました。にゃ。ネルソン。そう。太陽に会い、太陽さんもこんにちは。あ、これ、バークリーは前の試合ですね。うん。いや、リリア、先日ですね。まあ、イギリスで、このエミレーツスタジアムも、試合は見なかったんだけど、目の前は通りました。いや、目の前通ったっていうか、周囲をぐるっと一周しました。うん。グーナーです。松崎さん、こんにちは。にゃ、ネルソン、なんかシティートの試合出てたと思う。この間シティートの試合もね、なんかね、アンフィールドでやってたんですよね。アンフィールドやってたんですよね。うん、アンフィールドのロビーで、ラウンジで中継してました。はい、ということで始まりました、前半。そう、前半ね。ちょっと待って、今、スタメンを整理しよう。うん。橋岡、スタメンが注目です。はい。アストンビラとシティもある。いやー、これはね、ちょっとね、アーセナルね、割とね、うん。ルートンを、まあ、甘く見てるわけじゃないと思うんだけど、まあ、ターンオーバーしてるから、ちょっと今日、勝ちきれるか怪しいかなと思って見てます。そう、今日どっち応援ですかっていうアンケート出しときますか。うん、うん。ちょっと、勝ちきれるか怪しいかもよ、アーセナル。
強援ですか。うんそう。アーセナル。にゃ、おっと、いきなり抜けてきそうだったトロサールかな。ハバーズだったかな。うんそう。ふにゃん。いいそう。ブライトンもやってるよね。ブライトンもちょっと見てみようかな。つけとくります。ブライトンも先日試合を見ました。いいそう。まあ結構、ブライトンもね、最後まで苦戦したリバプールも。ユードラさんもこんにちは。アーセナルは今日引き分けいいからと終戦。いや、そんなことはないと思う。まだまだわかんないけど、まあ、でも、引き分けだとリバプール、シティに離されちゃう可能性は高いかな。はい、ということで、ルートンのスタメンは、ちょっと待って。なんか、フォーバックで、ドーティーが、左サイドバックで、ね、そう。メンジと橋岡のセンターバックで、カボレが右サイドバックで、ドーティー。で、中盤がバークリーと、ラドックムパンツと、クラークっていう感じだね。で、スリートップがモリスと、オニエ・ディンマと、タウンセンドですね。タウンセンド。オニエ・ディンマ。すごい名前。にゃ、こうかな。な、スリーバックじゃないですか、よく見たら、結局。ふにゃ。そう。フジポンさん。こんにちは、こんにちは。みなみさんもこんにちは。虹橋空さんもこんにちは。ルートンも残留のために負けられない。ね。ふにゃ。そう。橋岡、こう。ラドックムパンズと、こう。こうかな。ふにゃ。そう。こんな感じかな。うん。やっぱスリーバックじゃん。そう。さあ、やっと落ち着きました。ジンチェンコ、トロサール。戻して、サリバ、トーマス・パーティー、久しぶりに見ました。トーマス・パーティーも以前は絶対的な存在だったんだけど、デクラン・ライスが入ったりして、ちょっと出番がね、減ってましたね。橋岡どう？まあ、とりあえず、あんまりまだ、関与してない。高田さん、こんばんは。富安はベンチにいます。そう。おっと、ハバーツが抜け出すか、橋岡なんとか対応しました。橋岡、ナイスディフェンス。うん、寝るのは損だね。確かにね。いや、ネルソンが出てるから。まあまあじゃないですか。ネコリーダーさんもこんばんは。チンチェンコ、中にカットインして、ベンホワイトです。チンチェンコは相変わらずポジショニングが自由です。にゃ、ベンホワイト、縦、ネルソン、一旦戻す。うん。ガブリエウ、マガリアインス、チンチェンコ。さあ、この3人でトライアングルを作ってる、サリバー。サリバー縦につける、ベンホワイト。うん、無理しないでね。まあ、ゆっくりやりましょう。にゃん、サリバー腕ゴー。橋岡ハットいけ、点取りますか。ジンチェンコ、ね、そう。あなたいつも守備的な選手が点取るのを好みますね。シティ戦はね、いや、そこまでは無理しない。
そこまでは無理しない。うん、でもステイとアストンビラも気になるかけどね。フライトもやってますしね。あれ、なんかこれ、こんな角度のカメラありましたっけ？面白いね。ゲームみたいだね。何これ？何このカメラ？あれなんか、カメラ結構動いてない？にゃ、あんななんかゲームみたいなカメラあるんだね。うん。サモンさん、こんばんは。新鮮だった。さあ、ウェデゴー、スルーパスを狙ったけど、ここは噛み合いません。スミスロー、久しぶりになんか、うん、ちょっとね、スミスローとトーマスパテとウーデゴーって並びね、なんかちょっと前のアーセナルみたいで、若干なんか懐かしい並びに見えますね。ちょっと前のアーセナルって感じ。ね、ゲームみたい。ナグモさん、こんばんは。演奏、演奏。にゃ、さあ、ハバーツ、カットインシュート。いや、このカメラアングル面白いね。迫力あるね。なんかね、腕ゴー。後ろからベンホワイトのクロス。なんか前こんなのなかったよね。最近できたのかな？ラテマカロンさんもこんばんは。ま、新鮮だね。よいしょ。観戦に行った時のカメラみたいな、そうかな？スミスロー。後ろから全然このシュート。下まだ残りしてる。まあ、明日もリバプールの試合があるからね。楽しみですよ。主審の GoPro、主審の GoPro ってやったことあるの？ベン・ホワイトのスローインです。アーセナル。あれなんか、早くも足つってない？なんか、ウレゴ、ソックスを直してただけかな？さっきのなんだろう、ドローンなのかな？おかえりや、ハリエルさんもありがとう。まあ今のところやっぱりアーセナルのポゼッションですね。さすがに、優勝争いと残留争いだからね、差はありますね。まあ攻める、アーセナル、耐える、ルートンっていう、予想通りの構図になっています。ラドクムファンズ、5部の頃から、このルートに所属していたという伝説の選手。あ、ちなみにですね、ルートンもですね、スタジアムには寄ってないんだけど、ルートン駅にちょっと寄りました。カズくんさんも、かわいい、ありがとう。ただいまです。にゃ、ルートンのね、駅にちょっと寄りましたね。もう、寄っただけ。ルートンってね、意外とね、ロンドンから近いんですね。まあ、1時間以内かな、ロンドンからね。埼玉県ぐらいの感じなのかな。カツライさん、こんにちは、こんにちは。ただいまです。ネルソン、サリバー、ネルソン。さあ、ミニサイドで持つ。演奏。さあ、縦に突破。ウレゴー、ボックス内で受ける。さあ、アウトサイドで繋いで、ここ、ヒールは欲しい。イギリス料理は美味しかったですか？まあ、美味しいものもありましたね。カレーっぽいやつ、美味しかったです。一番美味しかった。田舎っぽかった。いやー、わかんないね。駅はね、おしゃれな感じしたね。駅しか見てないんだから、何もわかんないですよ。まあ、ロンドンに比べたら田舎ですよ、さすがに。うにゃん。ロンドンに比べたらね。ルートンのホーム、まあちょっとなんか、
ひがんばなさん、おかえりなさい。ただいまです。はい。ワクワクさんも、ただいまです。ありがとう。ネルソンとカミンスキー、マリリアもこの試合終わったらネルソンです。にゃっ。まあちょっとやっぱりね、生活リズムがね、イギリスになったね。もともとイギリスじゃんって感じはするけど、日本代表さんもこんにちは。カミンスキーです。ジュビロにいた人とはまた別人です。貝柱さんも、ただいまです。フェルリー勝ったよ。にゃん、シティ戦は、嘘。待ちたまえ。リリアも体力というものがあってですね、無限じゃないんですよ。にゃん、嘘。一応ね。ぼくさん、こんにちは、こんにちは。チンチェンコ。チンチェンコ、マジでここでさ、ディフェンスラインの前で堂々とキープするからすごいよね。ここを失ったら大変なことになるっていうのに。上でゴー。トーマス。チンチェンコ。おう、面白いつなに。よくつながるね。ウデゴ打ってきた。いや、やっぱり、ウデゴはうまい。チンチェンコもうまい。さあ、トーマスの浮き球のパス。アーセナルはみんなうまいですね。ヤフースポーツはちょっとね、ちょっとあれはミスです。時差ボケです。チンチェンコもうまい。いや、展開次第、まあ、確かに、そう、シティが苦戦してたら見るかもしれない。あにゃん。ヘンリー高山さんもこんばんは。リリアね、18号とかじゃないからね、体力無限じゃないんですよ。人造人間じゃないからね。ふにゃん。ラヤ。にゃん。ラヤのロングボール、トロサールには、おっと、これは足を引っ掛けてしまった。にゃん。ハバーツ。ハバーツ、ここに橋岡。橋岡、ハバーツを止める。しかし、ボックス内で繋ぐ。アーセナルなんとかクリアした。最後はラドックムファンズがクリアですかね。みんな、うまい、アーセナル。ブリティッシュです。にゃん。イギリスから帰ったばっかりだよ、リリア。そう。いやー、ちょっと前まで、ハーフタイムにちょっとね、アーセナルのエミレーツのスタジアム、写真も見ましょう。サクモンさんもこんにちは、ただいまです。タヒスチョンね、ベンチに入ってるよ。ふにゃん。曲がりアイス、ウレゴー。いや、スミスロー、スミスロー。コーナーキックかな。そういやさ、海外の選手ってさ、表記揺れがすごいなって、いつも思ってるんだけど、イギリスの中でもさ、結構さ、同じ単語でも、発音違うんだよね。人によって発音がさ、全然違うからさ、まあ、表記揺れも、しょうがないなって思った。いろんな発音の人がいた。田中をちょっと、なんか、盲腸なっちゃったみたいだね。リリアも見ました、それ。ね、ハバーツもね、ハフェルツなのか、ハベルツの人もいるし。ね、あ、これはうまいスルーパス。そう。ハバーツ、ハバーツ、キープして、後ろから、腕を、シュートは打たせない。カボリアがなんとか守りました。そう。今日はね、アーセナル、マルティネンディも、ジェズースも、ライスも、ベンチで休ませています。
富安はどうしたんだろう。にゃ、ガブリエル、結局なんかシティとアーセナルの試合ってあんま見れなかったんだけど、富安途中から出たんだよね。漢字もややこしい、確かに。クワンサーもね。さあ、ルートのカウンター、左が空いてる。ちょっと流れました。クラークです。クラーク、戻して。バークリー。フィニッシュまでいけない。そう、アーセナルドミネイツザゲームインザファースト15ミニッツ、バッツスティールキャナットクレイトグッズチャンシーズ。にゃ、さあ、左サイド抜け出した。ルートン。なんとか守りました。ジンジェンコです。さあ、アーセナルカウンターに行くか。さあ、これは A ボールが左サイドの裏に出ましたが、橋岡が守りました。なんか硬い試合だったよね。リリアンも、リバプールのアンフィールドのロビーで、ちょっと15分か20分ぐらいは見てたんだけど、なんかめっちゃ硬いなって思ってた。ふにゃん。ソネさんもコンディだってさっき言ったかもしれない。エソ。ドーティーじゃない、カボレか。にゃ。こうね。メンジー。そう、ルートン結構攻撃的なサッカーをして、センターバックもね、結構ガンガン上がるときあります。なんかさ、3バックってさ、センターバックの選手があんまり攻撃参加しないみたいなイメージもあったんだけど、最近の3バックはもう、そう、3バックのワイドのセンターバックの選手が積極的になんか攻め上がったりしますよね。そんなに行くのって。お、これはいいボールです。左サイド。このクロスは合いませんでした。左サイドうまく抜け出したけども、クロスの質がいまいちだった。ルートンです。アーセナルの守備が素晴らしかった。ふにゃ。ボックス内、一人だったね。あ、これは、アーセナルに当たってから、ルートに当たったんですね。クロスがミスったというより。なるほどね。白にしとこう。ひよよよ、ひよ。さあ、トロサール。にゃ。トロサールがタウンセンドをかわして、クロス。こぼれ球ボレー。おっと、オウンゴールなりそうだったところをキーパーの上石が抑えました。スミスロー。ふにゃん。いや、なんか、変な当たり方しましたね。オウンゴールなりそうだった。そう。ほい。こんな感じかな。にゃん。どっちかっていうと、ツートップかな。こんな感じかな。我慢できて偉い。ねえ。さあ、アーセナルロングボールはこれは繋がりません。ちょっと見ながらやります。ルートンね。なんかファウルっぽいけどね。
ファウルっぽいけどね。そしてこのゲームっぽいアングル。うん、バークリーすごい。バークリーこうたまにこういうすごいドリブルする。ふにゃん。なんかリバプールとの試合でもなんかたまにすごかった気がします。このバークリー上手くて全然取れないっていう時あったと思う。本間さんこんにちは。名古屋復活おめでとう。シティはビラ、パレス、マドリ、ルートン、マドリ、カップ戦チェルシーすごい日程だね。そういえばさ、昨日さ飛行機であのプレミアリーグ見れたんですよ。マジマジマジ。なんかね、エバートンとニューカッスルの試合とか見てましたね。まあ後半の途中でやってるじゃんって気づいたんですけど、いや飛行機で見るのすごい新鮮で楽しかったです。さあトロサールが左抜いてきた。派閥のヘッド惜しい。遠藤ちょっと軽く痛めたらしいで心配ですね。明日は出ないかもね。もっとアーセナルいいインターセプト。トロサール、さあ自分で仕掛けるかな。トロサール、トロサールカットインシュートブロック。ラドクムパンズが止めた。このラドクムパンズっていう選手は、そう、泥臭くて結構好き。田中はね、盲腸で、一試合は休むらしい。盲腸だから、まあそんなに大したことはないと思うんだけど、でも盲腸もね、侮ると、大変なことになるってコナンで言ってたね。なんだっけ、そう、確かの、盲腸で、息子さんを亡くした人が、なんかで、それで医師を逆恨みして、なんか、そのお医者さんを殺そうとするっていうのがコナンでね、コナンの中であったじゃない。そう、ラドクムパンツ5部からいた人。にゃ。ヤササさん、こんにちは。まあ、ちょっと眠いかもしれません。さあ、スミスロー、スルーパス、ハバーツ、ハバーツから、シュート決まったー。ウーレゴー、最後、橋を噛むブロックに行ったんですが、アーセナルが先制です。ウーレゴー、華麗に決めました。にゃ、ゴールです。アーセナル。最後アーセナルらしい横パスで決めた。ここのラドクムパンズからタックルでスミスローが奪い、ウデゴが運び、ハバーツが自分引きつけて最後シュート。ウデゴ、最後、橋岡もブロックに行ったけども寄せきれず。いや、このシュート見事ですね。ファーに打つと見せかけてニア。ちょっとアウトにかけて、うまいシュートですね。ね。ファンタジープレミアリーグね。リリアも、今週はウレゴ登録してたような気がする。さあ、ドーティー。ふにゃ、カプレ。まあ、ルートンもですね、なんかね、最近ね、10試合連続で得点してんだっけかな？めちゃめちゃ点取ってます。下位チームとは思えないぐらい点取ってます。攻撃力はすごい。ふにゃ。まあ、今のはね、橋岡もね、もうちょい寄せたかったとこだと思うけど、腕がもうまかったよ。まあ、あれさ、インステップで右を狙うのかなと思いきや、アウトサイドにかけての左ですからね。あれはちょっとやられたね。アーセナルとは、そう、チャチャチャさん、こんにちは、こんにちは。
ベンチ、次はエミレーツでのリバプールとアーセナル戦とかも見てみたいかもです。にゃん、ネルソンさん、こんにちは。いや、寝ますよ。これ終わったら寝るよ。にゃん、さあ、ボックス内に入ってきた。ラドクムパンズ、シュートまではいけない。まあ、リバプールも入ってがですね、最下位のシェフィールド、ユナイテッドだから、ターンオーバーするかもね。ルートンクロス。いやー、これは惜しい、ルートン。ライアガチャ、セーブです。そう。時差ボケむしろ調整なんないかもしれない。ふにゃ。ふにゃ、フェルディ対グランパスなの？そう、ベンホワイト、左サイドに知らず。さ、トロサールです。トロサールと、そう、仕掛けていく、オニエディンマか。オニエディンマとジョーダン・クラークはこれ逆だね。今更だけど、こうや。こうだ。そう、ハバーツ、トロサール。アーセナルはみんな上手いんだから、もう。にゃん、アーセナルはね、シティの選手とアーセナルはどっちが上手いのかな？飛行機はあんま寝てないかも。飛行機でさ、そんなまとまって寝れる人っていますか？にゃん、逆に飛行機で寝れるって言うと、でもさっきも聞いたか、これ。ね、寝れる人は寝れるらしいですね。アーゼガム、あれでさ、ゲームでしょ？にゃん、エミレーツスタジアムも立ち寄りました。そう、トーマス、ふにゃん、そう、いや、ちょっと眠いよ。これ終わったら寝るよ。乗り物酔いは大丈夫です。そう、そんなに寝れるの？だって飛行機ってさ、怖くない？いや、これワンチャン死ぬかもしれないってちょっと思わない？そんなことないの？みんな。ウーデゴー。だってこんな霧の中とか夜の中をよく飛べるなって思わない？ウーデゴー。トーマス、ウーデゴー。いやー、でもね、ほんとね、そう、今からね、もっかい時間を巻き戻して、もっかいイギリス行きたいなって思うもん。ね。叶うことならば、最初の夜にもう一回戻って、もう一回ちょっと最初から、イギリスに行きたいみたいなこと、ま、満足してないわけじゃないんですよ。でもっかいね、あの体験をしたいな、みたいな、思わなくもないっていうか。死ぬとき寝てた方が楽では、怖っ。選手には会えましたか？いや、もう全然です。いや、リリアは、もし飛行機が事故っても生き残るっていう気持ちでいるからね。ヘッド。最後、クラークのヘッドは枠の左でした。いや、まあ、また行きますよ。リリアは飛行機が事故ったとしても生き残るってメンタルでいるからさ。いや、なんだっけ、ゴルゴ13で、ゴルゴ以外はみんな亡くなったけど、ゴルゴだけは飛行機落ちたのに助かったっていう回があった。ヨシトさん、終わりじゃん、終わりじゃん。ラヤ。さあ、間にパスを通していく。ウレゴー。
ハバーツが落として腕を左サイド、ここにジンチェンコが運ぶ。あ、このカメラめっちゃ見やすいですね。標準装備になんないかな。特にさ、サイドの選手でボール持つとさ、なんか位置関係が分かりづらい時あるじゃない、あの逆サイドの選手がボール持つと。これ結構反対サイドの選手がボール持ってても位置関係分かりやすいから、このカメラいいかもです。 FC24 みたい。ハッティーさんもこんにゃん、ふにゃん。そう、ドローンなのかな、多分そう。バクリ縦パス、モリス、ラドクムパンズ、カポレ、ドーティー、エッソ、メンジ、ラドクムパンズ。高いところが落ちたらコンクリートのようになる。そうか。それもなんかのゴルゴ13でやってましたね。ふにゃん。なんだっけ。ね、毎年1回旅行とか、まあ2年に1回は行きたい。クロップ延長の交渉してる、本当に。そんなやめるさにみたいなのも、でも、やめないならやめないでもいいのかな。ヒロシさんも終わりだ。アーセナル、スリートップは、まあ、いつもはですね、マルティネリとサカとジェズースの組み合わせが多いかな。左がマルティネリ、右がサカ、真ん中ジェズースって感じかな。お、織田信太さんもこんにちは。サリバ、おお、ずいぶんサリバ運びますね。そう、ちょっと橋岡痛めたんじゃない、今サリバと接触して。あにゃ、ちょっと橋岡大丈夫かな。そんなに大したことないといいんだけど、まだ倒れてます、橋岡。トロサール、橋岡戻んない、まだ。まだ倒れてる？まだ戻んないね。さあ、狭いところ、ウレゴーからシュート！こぼれ球！シュートはなんとかブロックした。まだブロックした。橋岡戻んないんじゃない？いやー、まだ倒れてるよ。橋岡、いやー、もう転げ回ってますね。まあ、転げ回ってるってことは、逆に、骨折とかではないかも。うーわ、これはすごい。いや、これもよく止めました。カミンスキー。足首、痛めたかもしれない、橋岡。ふにゃん。橋岡。そしてもう一人倒れてますね。メンジも。にゃん。そう。橋岡ね。にゃん。橋岡ね。橋岡もね。ハーセナルはね、ターンオーバーしてますね。みんな今日お休みですね。
にゃ。そう。メンジ。メンジ、メンジ、メンジ。にゃ。橋岡も戻った。メンジは、なんか逆にダメそう。メンジ。そう、レフェリーが左右に使用中の選手がいたので、許可を出せなかったのかな？普通さ、許可なしで入っちゃったらイエローカードなんだけど、なぜか橋岡にイエローカードは出ませんでした。さあ、今、ピッチの中、9人ですね、ルートン。にゃ。これは偉いことですよ。早く戻してくれないと。なんで戻してもらえないんでしょう。にゃ、ルートンちょっと9人でやってる。なんでこれ、2人とも戻してもらえないんだろう。やっと戻ることが許可されました。ひえー。橋岡、メンジも復活です。ひどいよね。センターバック2人いないんだよ。そう、ハンデなんてもんじゃないでしょう。橋岡、大丈夫そうかな。そう、レンジカポレにゃ。さすがアーセナル、圧倒してる。なんかこの間マリノスでもあったらしいね。ギリアがちょうどいなかった時かな。なんかね、X で状況を聞いただけだから、実際どんな感じだったのかは見てないんですけども。トーマス・パーティー。トーマス、ウデゴー。トーマスなんか最近あんま使われてないけど、この選手もめっちゃ上手いですからね。使われないのもったいないですね。あ、今度はウーディゴーが倒れてる。大丈夫か？ザファーツへのパスは、通しません、メンジー。ウーディゴーが痛めてる。いや、ピッチ上の接触が、すごい激しい。クラーク。でしょう。ドーティー。バークリー。橋岡、ちょっとパスがずれました。橋岡、まあ、ここでフリーでもらえるから、橋岡の組み立てが、力が試されますね。橋岡のビルドアップ能力が問われる。ふにゃん。めっちゃブーイング受けてる。そう。リディア、イングランドのスタジアムに行って分かったことがあります。にゃん。まあ、リバプールだけかもしれないけど、イングランドは味方に優しく、相手にめっちゃ厳しい。にゃん。あんまりね、味方チームをね、やじる人はいないと思う。多分ね、そんなにね。相手チームに対してはめちゃくちゃ厳しい。そんな感じです。もう明らかに、相手が普通に痛がってんのにブーイングする。にゃ。お、これはエースルパスが入った。と、なんとか守ったガブリエウです。そうそう、プレミアリーグそんな感じ。いや、冨安との対戦見たい。さあ、ホワイトが中にカットインしてく。お、ここは強い。ドーティーが止める。フィジカルバトルが激しい。ジンチェンコ。ホワイト。おお、華麗なテクニックでかわした。そんなんできんですか。さあ、ネルソンからハバーツのシュート、なんとか止めた。カミンスキです。今のベン・ホワイトめちゃめちゃうまい。ジダンみたいなプレイだった。
これ、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 後ろに目がついてんですかっていう、こんなプレイヤーだっけ？うん、うん。にゃん。ジダンみたいな、すごい、そう、体とテクニックを生かしたプレイでしたね。うん。さあ、アーセナルは、どうするかな？ショートコーナー。戻して。さあ、ボックス内で繋ぐ。シュート。さあ、ゴール前でこぼれる。押し込んだーと思ったら枠の左。ちょっとアングル的に入ったかと思いましたが、トーマスパッティ決められませんでした。うん。今シーズン日本人対決ってまだありそうでない？確かにありそうでない。にゃ。さあ、カミンスキのロングボール。うん。モリス。お、なんか、うまくつながってる。ドーティ、ミニサイルに知らす。ルートン。鬼ディンマって難しいですね。アーセナルの監督はアルテタさんだよ。昔選手だったよ。ジンチェンコ。さあ、溜めて、スミスロー。サーバーズが裏を狙う。一旦ネルソン中に絞る。ネルソン、真ん中で受ける。ネルソン、トーマス。うん。カミンスキー、うん。まあ、キーパーは出れるクラブでやりたいと思うけど、どうなんでしょう。年俸次第なのかな。さあ、スミスローポケットに入ってきた。シュート、そして決まったー。最後は、ネルソンが押し込んだようです。にゃん。ちょっとパスが早すぎて最後見えなかったけど、ネルソン、追加点です。ゴール。アーセナル、ここまで順調です。にゃん。アランさんもこんにちは。まあ、ちょっとは。いや、ちょっと橋岡も、悔しそう。橋岡最後、ネルソンについてたんだね。前に入られちゃったね。ね、そう。にゃん、橋岡、ネルソンについてきなかった。正面見てますよ。はい。ネルソンさんはネルソンが決めたことには無反応なのかな。にゃん、ね、そう。ちょっとこうか。この、ちょっと調整しますね。いや、橋岡も、ちょっと、洗礼を受けてる。うん。ふにゃ、2-0です。よいしょ。ネルソン、橋岡のオウンゴールになっちゃうかも。にゃ、厳しいね、ちょっとね。橋岡さ、センターバックよりもウィングバックがいいんじゃないかっていう説もあるけど、このルートンはウィングバックの選手めちゃくちゃ攻撃力がある選手多いから、にゃ、センターバックの方が合ってんのかな。水飲みます。アルテタさんはジルーとかカスルラもいたと思う。セスクと、セスクいたっけかな？ロシキーもいたかな？ベンホワイトです。ふにゃん。
ウーデゴー。ネルソン。セオカ、頑張れ、頑張れ。ふにゃん、まあ、体はちょっと確かにね。あれなんか、橋岡、ポジション変わりました？あれなんか、やったらなんか前に行ってない？なんだろう、アンカーになった橋岡。いや、センターバックみたいな感じだね。そう、橋岡、おっと橋岡、ボールを見失ってしまった。さあ、トロサール。ここは橋岡、なんとかトロサールを止める。かわすトロサール。ここは、オニリンマがかわしてくれた。ふにゃ、シティは寝ちゃうかも。ふにゃ。わかんないですね。展開次第かな。リーズに、ひよよよ、ひよ。ルートン。ネルソン。橋岡。またハンドかなっていうとこあったかもしれないけど、見逃されてる。さあ、トーマスが中に入ってきた。シュートは、打たせない。そう。橋岡ちょっと厳しいね。ボコボコにされてます。まあ、今のはボックス内じゃないから、PK はないです。よよよ、よ。よよよ。ふにゃ、ふにゃ、ワトキンスなんか、あれ？大丈夫なの？出れないの？ちょっと速さについていけてない説ある。バークリー、オネディンマ、周りの人、橋岡よりみんななんか強そうだもんね。さあ、ここはいい位置でルートン振り聞こえました。ふにゃん。まあ、遠藤も最初はね、苦しんでましたしね。左足。プレミアで一番新しいスタジアムどこだろう。にゃ、なんか最近できたとこがあったような気がするんだけど。まあ、このエミレーツスタジアムも結構新しい方です。ブライトンは0-0。あ、そうか、取ってなもん。確かに、壁の下に寝かせませんね。ふにゃん。遠藤、確かに。さあ、ロスバークリー狙うかな。バークリー。狙ったーっと正面。ここで前半終了。いや、今日ね、足がね、めっちゃむくんだんだよね。まだむくんでるわ。今日足がね、まあ、今日だけじゃなく、足をか、オンゴールになっちゃったらしい。
演奏。あれなんか坪井さん、この間もなんかの解説やってたよね。ふにゃ、ふにゃ、なるほどね。演奏。ちょっと待って。じゃ、若干眠気はある。にゃ、若干じゃないかも。演奏。シティ戦見よう。どうなってるかな？ヘッドホンゴールになってるよ。戻した。うにゃ、発祥か。頑張れ。うにゃ、マジで。ドンマイですよ、オウンゴールはね。ふにゃ。そう、イギリス時間だと、今、16時ぐらいかな。昨日までは全然眠くなかったんだけど、4。いや、16時ではないね。8時だね。ちょうどね、イギリスに行った時はね、この時間ぐらいにご飯食べてたかも。ちょっと遅かったね。そう。じゃあ、シティとアストンビラちょっと見てみますね。あ、間違って閉じちゃった。ちょっと待って。橋岡、やらかしてるのか。うにゃ、やらかしてるというか、ちょっと、なかなか厳しい。全部ぶちげさん、こんにちは。そう。はい。じゃあ、こちらの写真を見てください。って言って、はい。ふにゃ。そう。このように。はい、これがエミレーツスタジアムです。はい、そう。そう、お水飲みます。スポッティービームをちゃんとつけます。そう。にゃ。うわーって言ってたら、いきなりロドリが決めた。ロドリがゴール決めたんですけど、早速。そう。おー。これは、勝ちですね。いや、これリリア映ってる人じゃないです。
しそう。まあまだわかんないけど、始まったばっかりだけど。ん、でもちょっとオフサイドかもしれないね。オフサイドはどうでしょう。ないか。あ、VAR だ。オフサイドかもしれない。きわどい。きわどすぎる。肉眼じゃわかんないもん。ふにゃ。ロドリ、無敗らしい。ゴールです。ふにゃ。オラ、リリア、ジンヌ、ジオンさん、ヘロー。にゃ。嘘。はい。リターンド、フロム、嘘。The UK。 うん、ていうか林さんまたね、やってますね、解説ね。何気に林さんはめっちゃやってるけど、坪井さんも結構見ます。この3人何、画面に映ってるやつ全く見知らぬ人だと思いますよ。なんかね、たまたま映っただけだと思う、本当に。実はさ、このエミレーツスタジアムに行った時に、なんかたまたま近くにですね、めっちゃアーセナル推しの、なんかラブラブカップルがいらっしゃってですね。そう。お、アストンビラチャンスか。なんかね、もう、イチャイチャしてて、なんかチューするから写真撮ってくれみたいなこと言われて撮ったんですけどね。まあ撮ったんだけどね。すっごい印象に残りましたね。にゃ、女児になんてものを撮らせるんだと思った。ふにゃ。いや、マジ。そう。もうね、まあ外国の人ってすごいよね。全く見ず知らずの前で平気でチューするの。ね、解説の最後にあざしたっていうね。そう。海外の人はやっぱりそこは日本人と価値観違うなと思った。日本人じゃありえないじゃん。まあ、写真撮ってくれだったらまだわかるけど。そう。じゃあチューしますね、みたいな。まあ、ないじゃん。あ、惜しい少々あったね。甘酸っぱいエピソードですね。そう?オープンな文化なのはわかります。オフサイドでしたね。いえ、リディアはチューしてません。それ私です。嘘。いやー、びっくりしたな、あれはちょっと。はい。ふにゃ。そう、ドキドキしましたよ。そう、アーセナルとルートン、試合始まんないかな、後半、まだですね。ブーイングなんかしたら、そう、逆に怒られちゃうよ。しない。まあね、リリアも、写真撮りたかったのに、イチャイチャしてるのは、まあちょっと早くね、どいてほしいなとは思ってたけどね。ふにゃん。こら、その話は NG だ。にゃん。プレス削除、はい。いっそ。
だからその後の撮影コーナーもね、別なとこ行ったもん。被らないように。別なとこ優先した。あ、モーリーノさんやん、これ。昔のチェルシーですね。ランパードとか、いた頃のチェルシー、ユナイテッドと、あ、この、黄色の髪の人どっかで見たことがある気がする。チアゴ、なんだっけ、このチアゴ。え?この、おじさんは、まさか、何そう、グジョンセンですか?にゃ、グジョンセンじゃないよね、まさかね。にゃ、雪村さん、こんにゃん。ふん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 。あ、確かに、撮ってくれる人って思われちゃうかも。グジョンセンじゃないよね。この、今のおじさん。日刊スポーツ一面トップベルディ、やったー。ふにゃん。12歳だよ、と。いや、でも、グジョンセンとか、めっちゃ有名じゃないですか。アイスランドで一番有名な選手じゃない?チェルシー、チェルフィー、チェルシー。へぇー。うん、うん。リバプールとクリスタルパレス。日曜の14時ってなってるけど、向こうで14時だからプラス8だね。っていうことは、夜の10時だね。ちょうどいい感じだね。あれ、なでしこジャパンって今度いつ試合やるんだっけか。にゃ。そう。今度の試合は、7日の1時半か。ああ、大丈夫だね。ゴール期待率図。ルートンタウンは 0.1 か。厳しいですね。安倍さん、おはよう、おはよう。なでしこジャパンは1時半からアメリカとだね。時間的には大丈夫だね。今週末ラリーがお休みなの。ほう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 。プリモチさんも終わりじゃん、終わりじゃん。ファンダイクです。そうだった。今週末は、もう一回リバプールとユナイテッドで対戦なんだね。絶対リベンジだ。あの FA カップは悔しかったですからね。リバプールのイスタンブールの奇跡、どうかな?どうかな?にゃん。この期待値ね、ゴール期待値って、確かのシュート打った時の位置とかが重要なはずなんだけど、あ、マドリーは、チャンピオンズリーグの前にじっくり休めるんだ。いいじゃん。それは割と、えぐいですね。バージね。そう。フィルリル・ファンダイクを略してバージですね。お、ビラが同点ちょっと見逃してた。どれどれ。オフサイドはない。にゃ。ただこれ、あそこに立ってた選手がプレーにインパクト与えてないですか?これどう?スクリーンしちゃってない?一応、オフサイドかどうかのチェックはしないのかな?いや、これ、オフサイドのチェックしますよね。そりゃそうだよね。あ、でも、違うか。そこじゃないとこでオフサイドのチェックしてる。さあ、フィナルとルートン、後半がキックオフです。
な、そう。あれ、やっぱここでオフサイドの、ここでオフサイドのチェックしますよね。これ、関与してるかどうかっていうのをチェックしてますよね。やっぱりこれ関与してんじゃないのこれ。ちょっと、相手選手の進路に入っちゃってるような感じだもんね。どうでしょう。あ、でもゴールは認められてる。同点な。グミグミさん、こんにちは。シティとヴィラも同点。にゃ。甘いぞ、そう？そう。さあ、今度はルートンの方見てみるよ。よいしょ、よいしょ。さあ、アーセナル、ミニサイド、ネルソンが一人上がる。ネルソン。お、ネルソン、すごい推進力です。はい。サリバ、いいパスを通す。ハバーツも収める。ハバーツ全然取られそうにない。テクニックがすごい。にゃ、ネルソン、呼んでません。にゃ、橋岡。さあ、橋岡。バークリー。さあ、今度は左サイド。橋岡。ミスを。メンジ。タウンセンド。今度はラヤ。アーセナル、ラヤ。お、これはいい縦パスと思ってたら、奪った。ラドクムパンズ、もう一回奪い返したアーセナル。さあ、このスルーパスはなんとか阻止しました、橋岡。にゃ、かぼれ。クラークです。ふにゃ、かぼれ。カミンスキー。いや、アーセナル、相手を前に進ませません。スミスロー。チンチェンコ。いや、アーセナルよくそこにピシッと通すなっていうパスが多いですね。昇格組、なかなか苦戦してるよね、今シーズンね。にゃ。そう。ハバーツ。チアゴアーベスね。そう。ちょっと3月の末に加入したばっかりだからもうちょいかかるかも。ひよ。スミスロー。ガブリエル。ベン・ホワイト。サリバ。リバプール優勝のために追いついてくれ。なんと勝手な、まあいい、そう。そうそう、現地の雑誌の442ってやつ買ったよ。ふにゃ。442でアレクサンダー・アーノルドの特集だったよ。ラヤ。にゃ。
アーセナル、ジンチェンコとスミスローと、スミスローがポジションを入れ替えまくるので、どっちがどっちだか分かんないときあるね。スリーマスターか、なんかのひったくりっぽい人は一瞬いた。ふにゃ、ネルソン、ガブリュウ。そう、トロサール、ジンチェンコ、スルーパスを通した。ハバーツが部屋に流れる。ハバーツ。スミスロー戻し。ジンチェンコ、ウーレゴー。と、水飲みます。さあ、狭いとこ受けて、スミスローから。いやー、ここはトロサールがゴリゴリ行きましたが、ファウルです。いや、見事な崩し。シュート4分の3番線はいけなかった。実際にね、それ再現したやつあるらしいよ。にゃ。ファウルです。ファウルです。そう、ルートンです。チンチェンコ。ルートンバスをカットした。ルートン、左サイド、ドーティーが上がる。ドーティー。クロスを入れる。まあ、ルートンターンはちょっとベルリーと被るんだろうね。3位からプレイオフで昇格したっていうところがさ。で、お金もあんまないところ、ちょっと被りますね。にゃ、わからん、ね、そう。リバプールのために、ルートン。まあ、勝ってもいいけど、同点でもいいよ。うん。橋岡。オネレンマ仕掛けて、クロスは、ね、そう、ゴールキックです。この選手、多質ゾーンが出ますね。さあ、これで流れが変わるでしょうか、多質ゾーン。リバプールからも点決めた人だね。そう、そう、カードキーは、なんか、誤って許してもらった。そう。多質ゾーン、このセンスは点取れる人だよね。こんな感じかな。そう。まあこんな感じの 3-4-2-1 だろうと。いや、ルートン残留したらすごいですよ。一番お金ないからね。クラーク。実は、一番お金ないと言っても、選手の市場価値合計で言うと、浦和の3倍ぐらいあるらしいよ。そう、タッチゾーン。クロスは合いません。なくしたけど、なくしたことに気づいてないのない。それも、あったら絶望ですね。ありそうな気はしますけども。真相。脱出ゾーン。じゃあ。まあ、お金がね、あります。プレミアリーグはみんなお金持ち。そう、その中であんまりないということですが。ルートン。なんか今シーズンプレミアリーグね、残留争いしてるクラブが、ノッティンガムとね、エバートンがね、勝ち点マイナス処分受けてんだよね。
あ、このアーセナルのインターセプト。さ、チャンス、チャンス、腕ゴー。ネルソン、倒れるけど笛はなし。これはないでしょうね。ふにゃ、レータも頑張って、フェルディも頑張るからさ。ふにゃ、邦画とハリウッドの制作費のさ、それぐらいあるの。タウティ。タシオカ。ちょっとパスがずれる。いっそ、ハシオカ。バークリー。ちょっとはめ込まれそうですね。いっそ、一旦縦に入れた。ルートン、モリス。ガブリエル。いっそ、いっそ。モリス、モリス。オニリンマ、強い。やっぱプレミアリーグでやってる選手はこれぐらいのフィジカルを見せてほしい。橋岡も頑張ってほしい。ダッシュチョン、チョンって触ったら落としちゃったね。ふにゃん。ひえ。ふん、うん。に、うん。ふにゃん。ふにゃん。さ、サリは。お、そこもし、また間から間、すごいスルーパスですね。乗ってますね、みんな。うまい。ウーデゴうまい。なんか、テクニックをめっちゃ披露してくれるじゃん。そう。まあ、愚直に運ぼうとするルートンとテクニックを見せるアーセナルって感じです。ふにゃ。いっそ。いよよよ、いよ、いよ、いよ。いっそ、で、連投はちょっとやめてね、連投はやめてね。にゃ。アーセナルはね、あの、1点目が、確か、1点目がちょっと、あ、そう、ウーレゴー。2点目がちょっと、ハシオカのオンゴールになってしまいました。カナンさん、こんにゃん、こんにゃん。いっそ。そうね。このなんかミッドウェイクにプレミアリーグあるのってあんまりわかんないよね。さあ、このルートン高い位置でボールを取った。ゴール前でこぼれる。あっと、フリーキックかな？くにゃ。んそう、ウーレゴーがファール。チャンスだった。やっと掴んだチャンスなんだって。そう、3枚って言ってますね。いいからテーピングだって。ふにゃ。にそう。
さ、日本人対決が実現してほしいな。レイトン、フリーキックのチャンスです。残り30分、冨安はっていうか出るのかしら。ドウティ。両手を上げた。慌ててきた。ヘッド合わない。さあ、もう一回セカンドボール拾う。タウンゼントのクロスは。さあ、もう一回回収。カブレ。キーパーに戻す。カミンスキーです。うん。よいしょ、タウンセンド。橋岡。バークリー。橋岡もとりあえず困ったら、バークリーに預けようってなってる。しかし、アーセナルはさすがにもうそれを見越してますね。うん。にゃ、橋岡がある程度前に出て運ばないといけない時もあるかも。マリリンマシュート、枠の正面。うん。そう。よいしょ。いや、町田今日、広島に敗れたよ。トリプルセブンさん、終わりだ。うにゃん。橋岡、プレッシングはすごい。なんか橋岡さ、こんなにプレッシングに行くんだったらさ、一列前でやった方がよくない？でもセンターバックなんだよね。なんか橋岡、ボランチの方が良さそうなんだけど。ふにゃ。スリーバックでちょっと特殊な、スリーバックで随分、センターバックの片方が高い位置までプレッシャーに行くっていうシステムです。さあ、トロサールが左サイド突破。うそ。スローインです。遠藤に影響されてる。まあ、それはあるかも。浦和にいた時はウィングバックのイメージだった。ちょっと水飲みます。脱出ゾーン。ふにゃ、抜け出した。脱出ゾーン折り返し。ふにゃ。脱出ゾーン、惜しい。ふん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 。マンマーク2ミ。ふん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 。タウティのクロス。橋岡、いいねいいね。そんなに徹底してマンマークしてたのかな？吉坊さん、こんにちは。お帰りなさい、ただいま。ひよ。オニリンマのスローインです。橋岡からカボレ。ルートはかなり点が取れるっていうチームって感じ。ふにゃん。ルートン、今シュートなしかな。アーセナルもシュートなし。さあ、右サイド、アーセナル。ここは、残しました。ベン・ホワイト。
中にカットインしつつ、ハバーツ。フリーキックです。富安は、そろそろ出そうな感じだと思うけども。ハバーツシミュレーション取られたの？ここでハバーツとエンケティアの交代ですね。まずはライスが入る。途中からライスですよ。すごい。そう。ちょっと無駄なイエローでした。ライスとエンケティアですね。トーマスパーティーと変わった。ふにゃ。これで合ってるかな。そう。ごはんくんって。ダメだ。今日はキリがないですね。ふにゃん。ライスね。ふにゃん。胸トラップで返した。アーセナル。離れしてる。デクラン・ライス。ライス、うまい。いや、今日の腕号じゃなくて、まあ、アーセナルはいつもよりもうまく見える。にゃ。はい。本当に、そのシチュエーションでしか言えないよ。ビーデルさんのモノマネすると、ご飯キュンって言いがちだよね。セルは、橋岡どうです？橋岡ね、ちょっとね、苦戦してますね。だいぶね。今のめっちゃ似てた、本当？ちょこちょこちょこ、鬼ヤンマみたいな感じする。つながってればってボールでしたね。ふにゃん、今のエグい、刺さった何回も聞きたい、嘘。クラーク、右サイド、タウンゼン。後ろに戻しました。さあ、左側の裏、抜け出した、ドーティー。このクロスが合ってればってとこでしたね。にゃ。みーさんもこんにちは。ラメのチャット欄止まってるかも。あ、そこはちょっと確認してなかったかもです。よ。エンケティア
フライベーター、エミレーツ。にゃん。このドーティー、クロス、もう一人飛び込んでればというシーンだったね。そう、台湾、なんかリリアが知らないうちに地震があったの？橋岡。そう。そして、モリス。サミニサイド。オニリンマ。オニリンマのクロスはブロック。にゃん。モリスには通らなかったです。あ、やばい。やばいやばいやばい。そう。ちょっと待って、固まってしまった。そう、残り20分です。しまった、固まってしまった。ふにゃん。そう、まあとりあえずサッカーについて見ていきたいと思います。ネルソン。そう、カボレよく止めましたね。そう、いやはや。オニリンマ。ちょっと持ちすぎかもしれないけど、なんやかんやで仕掛けた。抜いたんだけど、ボックス内に人がいない。ふにゃん。かぶれ、そう。Jリーグの人はいないと思うよ。あ、冨安やっと出番ですね。ここで冨安とマルティネンディ出るみたいですね。日本人対決かな。この地区ダウティ。そう。ネルソン、強い。ここは引っ張られました。オニリンマにイエローカードです。そう。ネルソン。リリアもこの試合終わったらネルソン。ジンチェンコと変わって冨安。ネルソンに変わってのマルティネディ。にゃん。トロサールがミニサイドかな。やっと日本人対決だ。そう。やっと、にゃん。冨安。そう。マルティネリー。いつ痛めてたんだっけか。足首ね。そう。オニリンマとウッドローの答えですね。この選手結構ちっちゃいんだけど、取る人だっけ。さあ、アーセナルのこんな地区です。マルティネリミニ、珍しい。
とつぴんさん、こんにちは。高評価かな？ありがとうございます。ふにゃ。イギリスは毎試合イギリス人対決ですか？まあ、そりゃそう。富安の年俸レベル0のチーム人件費いけそう。にゃ、いけそう。多分。いや、もうちょい。もうちょい。富安は10億円だから。まあ、ベルリーもうちょい。20億はあったかな？今、どうなんだっけかな？にゃ。ふりゃりゃ。残り15分です。マルティネリはね、そう、イタリア系ブラジル人ですね。イタリア系ブラジル人。例えばマック・アリスターなんかも、アイルランド系アルゼンチン人になります。マルティネリね。クロップ監督も、千年に一度の逸材って言ってたね。何時間起きてるの？いや、結構起きてるかもね。飛行機での睡眠時間が足りてない。いや、怖いバックパスでしたが、なんとか免除。ふにゃ、10億円じゃベルリーは買えないけど、30億あったら余裕で買えちゃう。富安、今ボール追ってたの、富安。ふにゃ。なんとこのまま行くと、またアーセナルが C。印象。埼玉つぼみさん、おはりだ、おはりだ。そうなのです。ふにゃ。いっそ。カポレ、ミニのウィングバックやってる。いっそ。橋岡、ここで、カポレがミニのウィングバックだから、橋岡は、どうなんでしょう。ウィングバックはやらせてもらえないのかな？さあ、右サイド、マルティネリ、縦に行く。にゃ。いっそ、ちょっと待って、人が多いかもしれない。モリス、さあ、右サイド、カボレが上がってる。アーセナル、ここは読んでましたね。さあ、アーセナル略数、エンケティア。橋岡、ちょっと抜かれる。トロサール。富安、シュート、枠の目に、おーし。富安、ミドル打ちました。右足のアウトサイド、違う、インフロントで、いや、インサイドかな、巻いていけるボールでした。ふにゃ。富安、あれ決めてたら熱かったね。いっそ。富安のシュートは実質ゴール、そんなわけない。リバプールはビッグシックスとの対戦はね、あとトッテナムとの対戦が残ってますね。
っていうか、ユナイテッドとも今週末に対戦するよ。タウンゼントとベリーの交代です。ベル、ベリ、ベル。にゃ、こんな感じなのかな？え、そう。え、そう、え、そう、ウーレゴール。右サイドから上がってきたベンホワイトを使って、さあ円形では狭いとこ抜け出したと思ったらゴールチックです。うんうん、そう、ふにゃ、ビラパークもグリーンソンパークも残ってる。やばいじゃん。グリソンパークってさ、この間ね、グリソンパークも行ってきたんですよ。この間っていうか、おとといなのかも、もはやわからない。に、日付の感覚があんまりない。冨安です。アーセナル。真ん中、デクランライス。トロサール。冨安。ウーデゴー。いいよ。え、そう、もう一回サリバ。トミー、後半両チーム最初のシュート、そんなにシュートがないのか。それじゃあもう、眠気持ちちゃうよ。トミヤス。え、そう。トロサール。ガブリュー。シーズン終わりじゃん。ふにゃ。そう、ちょっと眠くなってきた。お水飲みます。ふにゃなな。はい。え、そう。普通に日本に戻ってるよ。今回の旅費は車買えるぐらいでしたか。にゃ、中古車なら、多分。中古車ならね、車を買うなら、バイクを違う。さあ、昇華のロングボールから、こぼれ球を拾えるか、ルートン。アーセナルクリアです。そう。橋岡、いいプレッシングでしたが、これはファウルになってしまった。橋岡もようやってます。にゃん。そう。ジョルジーノだ。ジョルジーノとスミスローの交代かな。こんな感じなのかな。いいそう。ふにゃ、ふにゃ。あと5分です。なんとか日本人対戦が実現しました。延期ティア、体を張って粘る。ここはカボレがなんとか守ってくれた。
これ。そう、おっとちょっと缶が倒れてしまいましたね。お金を、今までの掃除人生で一番一回の行動でお金を使ったかもですね。にゃ、大丈夫、中身空のやつだから。お、ウッドローが A 守備を見せた。クラーク、持ち上がりクラーク。退出ゾーン。退出ゾーン。ウッドロー。もう一回ウッドロー、バークリー。そう。クラークから左サイド。さあ、このポケットをえぐってきた。後ろから橋岡のボレー。いやー、強烈だった。橋岡今度はクロス。いや、惜しい。オフサイドかな。橋岡、あんな強烈なシュートも蹴れるんだね。これすごいいいシュートだったけど、しっかりとガブリエウがコースに入ってましたね。にゃん。そんなコラボあんの？残り3分。冨安クリア。いそう。さあ、ジョルジーノから変形点。ちょっとかぶったけど、なんとか止めました。エンケティアのシュート、カミンスキがブロック。え、そう。ふにゃ。ぐ。え、そう。やばい。この試合が終わり次第寝ちゃうぞ。ブロックされたシュートはシュートにカウントされる。でもなんか媒体によって違ったりするけど、普通はカウントされる。サライスのボール、キーパーがパンチ、ルートン。そう。冨安、ミニサイド。腕ゴー、うまいターン。惜しい。いっそう。ロー。あ、ベルリーと未来少年コナンの実写版ね。実写版っていうか舞台版ね。あの、影山由佳さんが、確かの未来少年コナンの、あの、未来少年コナンのヒロインってなんていう子だったっけ？あの子をやるみたいですね。シータじゃないよね。なんて言ったっけ、あのヒロイン。未来少年コナンのヒロイン。にゃん。ラナ、そんな名前だったっけ？シュート27対7、そんなに。後半ちょっと、にゃん。にゃん。パズーはそりゃ、あれだ、あの、ラプタの主人公ですよ。ラン。にゃ、アディショナルタイム4分です。そう、シータはラプタだった。あれ？ラプタのヒロインじゃないの？
ランチ外です。うん。ルートの疲れもあるかも。なるほど。さすがよく見てますね。ふん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 。ちょっと水飲みます。残り3分です。いびき配信しそう。にゃん。いや、完全にアーセナルが、抑え込んでいてですね。座礁が結構フリーにしてもらえるんだよね。座礁がのロングボール。ヘッドで落とし、にゃん。フェーダーに頼もさん、こんにちは。ライトも入りそうで入らない？いびき配信は、やめました。やめましたよ。まあ、またやるかもしれはしないけどね。まあ、やるかどうかわかんない。にゃん。ルートン、このまま行くと、昨日ノッティンガムがなんか3対1で勝ってたよね。ルートン、ノッティンガムは勝ち点のマイナスもあるんだけど、ルートン厳しい。10試合勝ちなしか。にゃん。どう？あと、富安、頑張れ、富安。うにゃ、やばいやばいやばい。ね、疲れてしまった、さすがに。ノリス。モリス。にゃ。頑張れ、そこに富安。ダイビングヘッドでクリア、リバプール。さあ、アーセナル。あ、にゃ、もう、ぼんやりしてる。やばい。ぼんやりしてる。あ、にゃ、バークリー。サルトンはせめて1点返したら偉い。対角線上のクロスを入れるルートン。橋岡は金髪で分かりやすい、確かに。にゃん。残り20秒です。橋岡のクロスだ！ヘッドや、決まらない。にゃん。惜しい。明日のリバプールね、ちょうどね、同じ時間帯ですね。ウィングバックの方がよく先、ね。終わりました。アーセナル。勝ちか。橋岡。攻撃的なポジションで使ってほしいね。にゃん。ということで、寝ます。にゃん。あ、これはさすがに終わったと思うから消しとこう。にゃん。お祭りだ。ちょっと、シティはちょっと、待って、もう無理。寝る。限界、寝る。ニルソンさん、ハイバシラさん、ニジャンシトラさん、タイタマスモミさん、ミーさん、ポンカンさん、タイロンさん、ヒロシさん、ユッキーさん、カンテラさん、ハオカネさん、太陽に会いたいよさん、フジポンさん、ハイバシラさん、橋岡とトミヤスが仲良さそうにしてる、おつりりゃん。リリアもイギリスに行って思ったんだけど、
あのね、日本語を話せる間っていうのがちょっとすごい貴重に感じましたね。みんな英語ばっかりでちょっと気張っちゃうから、日本語を話せる人っていうのはすごい助かる。で、そう、イロシボウさん、貝柱さん、ニジャーストラさん、で、そう、ラジオガナさん、カツライさん、ネコリーダーさん、貝柱さん、ユッチーさん、ヒガンバナさん、アベさん、アナリタノモさん、ソネさん、シンさん、カナンさん、ナンシーさん、ホンカンさん、ウォクさん、タラフクさん、ナンシーさん、お釣りじゃん、お釣りじゃん。あ、アンケート終わりにしとこう。合わせられるか、57か。嬉しそう。バオンさん、スープメタルさん、タケノコさんも、お釣りじゃん。それでは、お釣りじゃんです。ふにゃん。ムーチャさんも、お釣りじゃん。嬉しそう。やっぱり合わせられるは人気だった。またね、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 バイバイ。